はい、おはようございます。MC サバンです。今日もよろしくお願いします。さあ今日なんですけども、やりました、買ってきました、ブラックコーヒーの缶コーヒーですね。飲み比べをやっていこうと思います。よろしくします。さあまずね、コメント紹介いきましょう。平田美幸さんからです。これはですね、朝日特製ブレンド16茶っていうのをぶっきめてる動画にくれてます。この動画を見てですね、特製の16茶飲んだことがないっておっしゃってて、お茶は体にいいですねと、最近黒豆茶を飲んでると。まあ、それもね、美味しいみたいですね。僕飲んだことないですね。平田さんはね、今年は健康志向でいきたいと思っていると、朝一杯のブラックコーヒーも好きだと、で缶コーヒーの飲み比べなんてどうでしょうっていうふうに、ね、まあ、これリクエストですね、入りました。最後のね、今日もオーライサンクス、これもね、嬉しいっすね。本当にありがとうございます。さあということでね、まあ一応買えるだけのね、ちっちゃいサイズの缶コーヒー、ブラックコーヒーを買ってきました。一旦ですね、これ全部をまあ紹介しながらですね、こう入れて飲んで、まあテイスティングしていこうかなと思ってます。その後最後にですね、これ全部をですね、キンキンこつ時ぶち込んでね、ガブ飲みぶっ切りやろうかなと思ってるんで、いやテンション上がりますね。さあやっていきますか。さあじゃあまず1本目いきましょう。大道さんのブラックコーヒーですね。これを開けていきましょう。でちょっと入れます。色はそんなに黒くないですね。いただきます。あっさりしてますね。さあ2本目、ポッカ札幌さんのプレミアムブラックですね。いきましょう。硬っ。よいしょ。それ色は同じ感じかな。うまっ、香りが強い。さあ3本目はね、朝日さんのワンダってやつですね。これ今ワンピースのデザイン感になってますね。かっこいいなー。いきましょう。よいしょ。あ、ちょっと色が、あ、同じ感じかな。ちょっと濃いかな。いただきます。飲みやす。4本目、これも土定番ですね。ボスブラック来ました。感じですね。うわ、似てますね。さあ5本目、ジョージアのブラック無糖ですね。よいしょ。お、んー、ちょっと色濃いかな。いただきます。またちょっと違うな。さあこれがですね、富永さんって会社のコーヒーですね。いきましょう。うわ、ちょっと濃いな。なるほど。さあ7本目、サントリーボスのワールドコレクションブラックってやつですね。ブラジルのザンカナロの、あ、これめっちゃ言いにくい。ザンカラの農園、ザンカラ、ザンカナの、めちゃくちゃ言いにくい。これザンカナロ農園、ブラジルの、あ、ブラジルのザンカナロ農園ですね。めっちゃ言いにくい。これさあ行きましょう。なるほど。飲みやす。さて8本目、 UCC ブラック無糖、これもど定番ですね。全部見た感じは一緒だな。なるほど。さあラスト9本目、キリンさんから出てるファイヤーブラックですね。これも定番ですね。全部一緒だな。あー違うわ。一通り飲んだんですけども、この時点でね、これが一番うまいっていうのね、決まりました。これですね。これはうまかったな。プレミアムって名前に負けてんのかな、ちょっとね、わかんないんですけど、ポッカ札幌さんのね、プレミアムブラック、これが一番香りがね、良かったですね。
いやー、わけわからなくなってきた。さあ、最後にね、ジョッキにぶっこんでね、ガム飲みぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。これにぶっこんでいくぜ、ジョッキしか勝たん。よし、行きましょう。分量が難しいな。すでにちょっとお腹いっぱいなんですよね、しかもね。よいしょ。同じぐらいで入れんとな。喉乾いてないんですけども、これぐらいでいいか。8分目ぐらいでいきましょうかね。匂いはコーヒーですね。そりゃそうですよね。色はまあ黒っぽいですね。さあ、ぶっ決めていきましょう。9種類全部ですね。いただきます。いってきます。乾杯。最後ね、時間が明日なんですけども、コーヒーつながりでね、つなげていきましょう。リクエストが入ってまして、コーヒーとですね、ウィルキンソンを割ったですね、コーヒーソーダなるものを飲んでみてほしいというのがですね、結構前にもらってましてね、ずっとお答えできてなかったんですけども、つながったんでね、明日やっていこうと思っております。こんなことね、僕やったことないですけど、とりあえずね、明日ね、こいつやっていこうと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ブラックコーヒーね、大好きなんですけど、こんだけ飲んだらね、もうお腹チャポンチャポン、オーライさんです。